皆さんこんにちは、ニニケです。こんにちは、カシュアリスンデル外国人サポです。今天我们将随组队远征去到茨城县的鹿岛市，客场挑战鹿岛鹿角。カシマアントラーズ。今日はカシマアントラーズとアウェイ戦です。カシマは今シーズンホームで負けないを維持していますが、直近4試合は勝利ないですね。うちのカシマレソロは3連敗で降格の可能性が高くなったんですね。注目はカシマの攻撃的右サイドバックノーノ選手と、うちの左サイドにいるサビオ選手の対決。柿田選手の古巣カシマとの対戦も注目していますね。今日頑張ります。行きましょう。今イタコ道の駅着きました。ちょうど休憩して、豆腐も美味しそう。わお、美味しい。いくらですか？600円。美味しそう。こちらおかけください。はい。まずこちらにあります。600円だけですね。素晴らしいね。安い。トマトのモツ、先ほどの方が美味しい。そう、私は牛丼、温泉卵を入れます。这个炸鸡没有我们日立台的炸鸡好吃。这个雅克说吧就还不错吧，就跟普普通通，没有惊喜也没有难吃，还不错。
今日の試合は引き分けて終了しました。0対0です。鹿島アントラーズはホームで負けない続きますね。今までも、うん、今日のラスト10分間は鹿島レスルーはちょっと危ないで相手の攻撃は最後の時間内には強いです。でも私たちの守備もしっかりしました。そしたら0対0で無失点で勝ち点は1点持ち帰ります。それでもいいですね。今の状況ありがとう。これは先週のサポーターさんからのお土産、ありがとうございます。ありがとうございました。今食べていきます。いただきます。いただきます。美味しいですね。今日から妻も妊娠の後期に入りました。次の大阪と横浜対戦は仕事のために行けないですね、うん、皆さん頑張って応援します。